か、いかにもって感じの城だな。うん、恐ろしいことが起きますよって言われてるような気すらするよ。みんな大丈夫？怖いと思うけど、ついてきてくれるかい？大丈夫です、ユージオ先輩。先輩が行くところなら私はどこへだって行きます。元そば好きですから。でもあの、ん、すごくすごく怖くて耐えきれなくなったら、先輩の服の端を掴んでもいいですか？あ、私もいいでしょうか、キリト先輩。それくらい何でもないよ、いくらでもどうぞね、キリト。まあもちろん、でも無理はしてほしくないから、本当にもう嫌だってなったら遠慮せず言ってくれ。メディナムは？私が先陣を切る、怖くなんてないんだからな。オルティナの助の者として恥じぬ振る舞いよ。お、頼もしいな。じゃあ俺メディナの服の端つかめ。おいダメだ、キリト、今つかむなら。そしてお前が先頭を行け。私は後ろを守ってやる。お前に服をつかまれると思うと やりにくい。そうか、じゃあ頼もうかな。俺はあんまり気にしない方だから。メディナは掴みたくなったら俺の服掴んでもいいぞ。うん、すごく怖くなったらな。その時だけな。ありがとうキリト。いきなりなんだ、光が見えない。それに頭が朦朧として、みんな、みんな離れるな。ロニー、ティーゼ、ユージオ、キリト。ここみんな無事か？キリト先輩、よかった、目を覚ましたんですね。ロニー、ティーゼ、メディナもいるな。ユージオは？それが見当たらないんです。私たち城の中にいましたよね。突然光に包まれて、それからどうしてこんなところに。ユージオ先輩だけいませんし。単独行動はなしにしようと話した。ユージオがそれを破るわけがない。きっと何かの要因ではぐれてしまったんだ。探さないと。はい、助けを求めてる状況だったら一刻を争いますから。それとあの城にはやっぱりおかしな仕掛けがあるんじゃないでしょうか。調べる必要があります。ああ、そうだな。まず自分たちの状況を確認し、体制を整えよう。それから勇士を探し、城のことも再調査だ。ティーゼ大丈夫だ、あいつの強さを俺が保証する。今頃あいつも無事で俺たちを探してるって。早いとこ見つけてやろう。はい、キリト先輩、とりあえずフィーディスの村にまた行ってみましょうか。村長さんが何かあれば頼ってとおっしゃってくれていましたし、訪ねてみましょう。お兄さんたちは誰？あの、私たち一度訪ねてきてるんだけど覚えてないかな。知らない、今日は誰も来てないよ。お父さん、お父さん、どうした？おや、何かお困りですかな？
私はフィーリスの村の村長です。実は困っていて、お借りした鍵で城へ入ってみたんですが、気がつけば城の外に。自分でも言っていて変なのは分かってるんですけど、今までにそういう事例はありますか？何のことだか。いや、謝っとく。そもそも人違いをされているかと。私はあなた方とは初対面ですし、城の鍵なんて渡していません。城は常時民のために開かれています。悪夢の城が？入ると危険だから鍵を管理していたのだろう。悪夢の城？どこのことでしょう。ここで城というなら青原城です。青原城におわす王様は誰にでも手を差し伸べる素晴らしきお方。これはご存知ですよね。青原城。あなた方は一体どこから来たのですか？何かがおかしい。全く同じ場所のはずなのに、まるで中身だけごっそり別のものと入れ替わっているような。俺たちはセントラルカセドラルから来た剣士です。俺も尋ねたい。ここには、あ、この世界には氷協会は存在しますか？何ですかそれは。セントラル氷協会？皆さん、私をからかっているんでしょうか？もしそうならお引き取りください。これでも忙しい身ですので。驚くべきことに、どうやら俺たちがいる世界は元いた場所とは違うようだった。断定したくはないが、そう考えないとおかしいほどのズレがこの世界にはある。聞き込みをした結果、いろいろ分かった。まずこの世界には貴族制度がない。天職もなく、望めば好きな職業になれる。自然資源が豊かで、飢餓はなく、病もほとんどない。村の人が言うには、それもこれも全て青原城にいる王様のおかげということらしい。村の人たちは、何かあれば王様に会いに行けと口を揃えて言う。俺は散りばめられたいくつかの事柄が、どうしても一人の少年につながっているようにしか思えなかった。ユージを探そう。それとこの世界のことももう少し調べた方がいいと思う。また別のアンダーワールドとよく似たシミュレーション空間に転移した。いや、まさか。賛成です。お城も気になりますが、その前に他のところにいないか確認した方がいいかもしれません。なあ、あと一つ確認したいことがある。ひとまず外に出てみよう。叔父が生還者の若者、膝掛けをくれたおばあさん、ユージオのことを覚えているか確認を取りたい。ユージオ？そんな人いたっけな。いたような、いないような。王様の見た目と似ているのね。王様も甘い色の髪をした、とても素敵な人なのよ。みんな、雪だるまの道へ一度戻ってもいいか。確かめたいことがあるんだ。構わないが、ユージを探しにか？いや、きっとあそこにはいない。それとは別に実験したいことがある。何かに阻まれている。なあ、道が見えているのに行けないよな。ああ、ゾッとする。どういうことなんだ。一体何なんだこの世界は。一つ仮説を立てる。この世界が俺たちの世界とは違うことは確かだ。非常に似通ってもいるけど違う。決定的なのは
氷教会の存在がないということだ。この世界の成り立ち、歴史からしてそれがないということはありえない。ここは別物、作られた空間だよ。俺たちはそこに迷い込んでいると俺は推測している。そして別のシミュレーション空間でもない、実際にアンダーワールド内で起こっている現象のはずだ。作られた空間、どういうことだキリト、もっと分かりやすく言ってくれ。そもそも俺たちが行ったのは悪夢の城だ。生存者の人の話を思い出してくれ。精神に干渉する何かが仕掛けられているんじゃないかという推測は最初からあったよな。ああ、だからこそ慎重に行こうと話していた。精神干渉じゃなくて、これは夢、幻覚を見せられているんじゃないのかっていうのが俺の仮説だ。夢って寝る時に見るあの夢ですよね。じゃあこれは私の夢ってことですか？だって私は自分の頭で考えていますよ。俺もだよ。だから集団幻覚に近いのかもな。集団幻覚？キリト先輩、すみません、言ってることがわかりません。うん、ごめん。わかりやすく言うな、おそらく本当の俺たちの体は多分ちゃんと悪夢の城にいる。俺たちは寝てるだけなんだ。みんなで同じ夢を見ながら寝ている。きっと今まで被害に遭った調査隊も同じ状態に陥ったんじゃないかな。それも悪い夢な。集団幻覚。ちなみにその場合、調査隊の大勢が死んだことはどう説明する？悪い夢を見て互いに殺し合いをしたと？いくら幻覚といえど禁忌目録に違反するぞ。そこが俺の仮説の最大の問題であり、ちょっと考えたくないところなんだが、これさ、夢を見ている間に第三者に殺されてるんじゃないかな。だって寝てる体なんてやりたい放題できるじゃないか。キャー、早く起きなきゃじゃないですか。そうなんだよ。おまけにだ。じゃあこんなことをできるやつって誰なんだろうってなるよな。すごい神聖術の使い手とかですか？いや、本当の世界では殺人は禁忌だろ。だからさ、これそういう風に人を争わせるような夢を見させている化け物とかがいてさ、今も夢を見ている俺たちを食べようとしてよだれを垂らしているんじゃないのかな。って言ったらみんなどうする？だよな。どうしてそんな冷静なんですか？その冷静さも怖いです。解決に至るには冷静になれなきゃいけないって必死なだけだよ。内心俺だって叫び出したいって。あと一つ希望があるからかな。希望？この夢、幻覚は特定の誰かの精神世界が強く影響されていると思う。格差や不自由のない理想な世界、青原城。ユージオ先輩。そう、幻覚といえど誰かの思考を下敷きにしないとここまで作れないだろ。思考を広げて幻を作り上げ、その中に他の人間も放り込み混乱させているとしたら、母体とされているユージオをどうにかできたらみんなで一気に覚醒できる可能性はないかな。現状それくらいしかやれること思いつかないんだよ。村の人の話から推測するに、黙っててもそのうち目覚めるくらいの幻覚なんだろうけど、その時はもうボリボリ食べられてる。内側から起きられる行動を取らないと。お前の考えることは突拍子もなさすぎて私には全てを理解できないが、とにかくユージを探せばいいんだな。探しましょう。私、もしキリト先輩の言うことが本当で
今食べられてしまう状況なら、せめて私ユージオ先輩を見つけてから死にたいです。別れたままなんて嫌です。死ぬ前にユージオ先輩に会いたい、です。ティーゼ、ごめん。それにみんなも、俺みんなを不安にさせた。守る立場なのに自分の中だけでとどめておくべきだった。いいえ、そんな。キリト先輩ごめんなさい、取り乱しました。先輩は悪くありません。冷静でいてくれる人が必要です。そうだぞキリト、こういう時こそ情報を共有して一致団結しなくてどうする。お前は悪くない。それに私は守られる立場ではないぞ。とにかく行ってみましょう、青原城へ。そこにユージオ先輩がいるかもしれません。